ございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。はい、はい、なんかこのブースでやるの新しくて面白いですね。面白いね。これなんか生放送ではないですけど、うんうん、そのうちこのこっちの向こう側がね、ガラスでそのラジオとかの生放送とかみたいな感じになってるんで、ファンが見てくれるようになる日が来るでしょうか。そうかもしれないですね。それとも食べ物が欲しいワンちゃんとかが来る。いや、僕まさかこんなことやると思ってなかったよ、ベトナムで。あ、そうなんですか。うん、ほんとほんと。でもベトナムニュースまでは割とトントントンって やったんじゃない。まあ出会ってからね、1年ぐらい経った。本当に僕ベトナムニュースキャスターやる予定じゃなかったの。違う人キャスターさせようと思ってた。あ、そうなんですか、うん、でもその人が飛んじゃってしょうがないからやるかみたいな感じです。でも実際喋れるので良かったんじゃないですかね。良、うん、かったっすね。向いてると思いますけど。いや、向いてない、わかんないけど、まあまあ、むしろ、ね、私のキャスティングにずっと疑問を抱いたまま1年以上経過したんですけど、まあ、2人ともポジティブにいきましょう。そうですね、はい、はい、ということで本日のニュースです。はい、1000人以上の日本の代表団が経済、文化、観光交流のためベトナム中部を訪問。はい、そうですね。あ、ベトナムチューブってダナンですね、ダナン、はい、この前日本の領事館もできましたね。はい、そうですね、はい、そうですね。で、あの二階さんという自民党の幹事長を代表に、あの観光関係者とか政治家とか、そうですね、企業の幹部さんとか1000人でベトナムに来たというお話です。1000人って結構すごい。そう、結構の人数だと思う、ね、うん。何が話されたかは僕は知りません。お、政治のことは喋らない小森さんですね。うん、政治興味ないもん。そうそうです。まあでもポロポロさ、ダナン周りのニュース見とけば、まあ仲いいんだなっていうのは分かりますよね。まあつい最近で言うと、ダナンと羽田の直行便できたでしょ、ベトジェットが。で、ダナンに日本領事館オープンしたでしょ。あとはホテルもホテル三日月オープンしたでしょ。そうそうそう。だから、そういう意味ではダナンと日本って仲いいですよね。そう、ここからまた一気にダナンへの旅行増えそうですね。そうね、もっと増えるでしょうね、うん。ダナンって何かっていうと、ベトナム第3の都市ですね。ベトナム第1番の人口が多いのはホーチミンで、まあ、1000万人で、ハノイが800万人で、第3のダナンが150万人かな、そのくらい、うん。だからだいぶ2位のハノイと差があって、3位の150万人だけど、日本はダナンと仲いいです。そういう感じですね。あと、なんかあの日本橋とかもまああれはホイアンかありますよね。そうかそうか、そうね。そういうなんか昔からの、うんうん、なんかそういうありそうですよね。そうね、ダナンから車で20分くらいのホイアンという観光都市があって、でそこは日本と歴史的にもゆかりが深い場所ですね、うん。あの船琴っていう感じの雰囲気が素敵ですよね、うん。で、日本人もそういうちょっと、まあ、ビサビじゃないですけど、ノスタルジックなものとか好きなので。そうね、そう、ダナンは日本もずっと支援してて、もうどのくらいで、僕は分かんないけど、僕がベトナムに来た4年前とかはもう日本がすでにダナンに目つけてた時なんで、仲良くしてた時なんで、そこからどんどん、企業とか誘致して、工場も誘致してっていう感じで、日本とダナンが一緒になって、ダナンも開発してるみたいなところありますよね。はい、でもさ、何ここからカット領域かなと思っていやいや、カットの話はしないけどさ、でもダナン宣伝しすぎじゃないかなって思うけどね、ちょっとね、日本側でね。だってさ、ベトナムに会社出しますってさ、どこに出すんですかって聞いたら、ダナンですみたいな人結構いるよ。でもそこダナンじゃないでしょ、あんたの職業、業種だったら、うん、そこホーチミンに出しておかないと、ダナン証券小さい必要みたいな。そう、人集めるのも一苦労だし、優秀な人もな、ね、やっぱりホーチミンはハノイの方が集まるし、うん、
それなりにダナン出しちゃうのはいかがなもんかなと思うけどね。別にダナン、そうそうそう、だからそういうところはそういうのに引っかかっちゃって、あのノーチョイスダナン選んじゃうっていう人はかわいそうだなと思いますね。観光くらいならいいけどね。まあ、実際結構ね、中心っていうかその目立つところ以外、まあ、ホイアンとかはすごい人いっぱいいますけど、あそこってそんなに大きくないからこそ、みんなが集中してそこに見に行くじゃないですか。でもそれ以外のところは結構そのダナンからホイアンまでとかもそうですし、ダナン自体も割とのんびりしてるじゃないですか。そうそうそう、だから人口規模が違うからね。そこからビジネス広げていきたいんだったら、やっぱホーチミンかハノイですよね。で、こじんまりその都市、その地域で競争なく、あんまり競争にさらされずにビジネスやりたいんだったらダナンでもいいけど、みたいな感じはします。はい、以上僕の個人的な意見でした。はい、ご質問などありましたら YouTube、Facebook のコメント欄にてお聞かせください。はい、MCB からのお知らせ。MCB では最近外国人向けのコンテンツに力を入れております。はい、はい、なんかナミさんも撮影行ってましたね、この前。行ってました、中華街へ。どこで見れるんですか？あの YouTube で基本的には見れますね。なるほどなるほど。はい、まだあの編集中なので、これからですね。その私のやつはホーチミンで1日を、まあ、ホーチミンに今後限らないかもしれないんですけど、1日をどう楽しく過ごすかっていうのを提案するっていうのを4部作で。なるほどなるほど。はい、はい、ぜひご覧になってください。はい、 Go and taste a truly unique review shows about culinary, sporting activities, beauty services, exploring Instagrammable locations or hot places that attract youngsters. Exciting, fun and enjoyable.